はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。はい、この番組は今世間を賑わせているホットな話題やかまことくまこのどこまで行くののコーナー、またシャナナ TV で放送されている番組情報などなどじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。局長のノーリーとくまこよですね、間違いない間違いない間違いはない、はい、はいはい、はい、今週ははい、今週は今週はもう誰も死んでない、大丈夫、誰も死んでない、いや死んでる人は言ってるやろうけど、でも僕らがちょっと認識してる人はあまりいないかな。大丈夫、なんか訃報続きましたからね、うん、はい、でもね、うん、今日ちょっとね、うん、まだホッとしない嫌な、うん、気をつけてほしい話をちょっと。え、僕も気をつけた方がいい？そう。そうなの？私の体験談で。体験談。はい。あ、何があったの？じゃあつい最近なんですけど、うん、あのアマゾンヌ。アマゾンヌ。アマゾンヌっていうアマゾンでよろしいよ。ヌは、はい、なんか外国人が発音するけど、アマゾンヌって言いますよね。アマゾンヌ。はいはいはい。で、私アマゾンでよく買い物するんですよ。はいはい、ああしますよ僕も。ね、集中するでしょ。しますします。で、それいつもするんですけど、うん、いつもそれは、うん、あのもう登録しているカードで支払い終わらしてるんですね。はいはい、クレジットカードでね。そう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 。なんですが、ついこの前、はい、あの留守中に不在通知、うん、不在表、うん、が入ってたんですよ。はいはいはい、であら私なんか頼んだっけかなと思って、うん、でもほら。アマゾンとかって、うん、いっぺんに割って頼んでも、うん、物によっては来るタイミングが違うじゃないですか、ね、はいはい、だからなんかよくあるんです、うん、あこんなん、え何頼なんか頼んでたっけっていう忘れた頃にやってくるみたいな、はい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 、とかあるから、うん、えなんか頼んでたっけなと思って不在通知見てたら、うん、うん、と思って、うん、ちょっと待てようと思ったのが、うん、着払いになってて着払い、うんうん、着払いで1万6千いくらとか言ってて、うん、まあ1万6000いくらのもは確実に頼んでないし、頼んでないね、うん、それやとさすがにそれは覚えてる、覚えてるね、うん、し、うん、そもそも着払いで物を買うことないし、あ息子さんひょっとしてと思って、うん、私すぐ確認したんですよ、うん、なんか着払いで頼んだっつって、うん、頼むわけないやん、まあ普通はね、そうなんですよ、うん、で、あ、違うんや、じゃあちょっと待てよと思って、うんうん、そこの送り主に書いてるところの名前で検索したんです、うん、それで着払いで、うん、そしたら、うん、そこの送られてる不在表に載るっていうのが、うん、そのアマゾンのセンター、はい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 、送ってくるセンターの名前が書かれてることが結構あるんですって、うん、あの不在表にはね、うん、なんかもうそれが登録されて普通に印字したらそれが出ちゃうっていう、はいはい、みたいなんですけど、うん、ただ、うん、あのだからそれが全部が全部、うん、あの詐欺ではないんですけど、それが着払い、はい、ちゃんと正規のところから送ってきてはるってことなんですよね。そうそうそう、うん、そこのセンターから来てるのは来てるんですよ、うん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 、でもそれで着払いの、うん、あの送りつけ詐欺みたいなやつがあるらしくて、うん、あー代引き詐欺ね。そう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 、だからそれが、どういう相手に送っててとかっていうのまで判明してないみたいなんですけど、えそれちゃんとアマゾンの倉庫から来てるんかな。そう、えでもこっちのそのまあアマゾンのアプリとかアカウントには発注した記録とかないんでしょ、うん、ないんです。えそれでも届くんや。いやだって私が親に何かプレゼントするのに送るのって、うん、私が買って送り先を親元にしてプレゼントで送ったりとかもあるじゃないですか、うんうん、あ、 ありますね。そうだから誰か知らない人が自分のアカウントで勝手にそれを買って送り先をそこにして着払いにしてっていう代理発注みたいなこと。そうあーなるほどなるほど、できなくないか。そうだからそれをたまたまどっかで見つけた住所に手当たり次第にやっているのか、うん、なんかアマゾン経由でなんか漏れているのか、そこら辺は全然わかんないんですけど。あーなるほどね。そうなので、うん、あの思い当たる節のない着払いに関しては、うんうん、もうとりあえず受け取ってしまうと余計に後々ややこしくなるので。受け取ったらどうなんのやろ。受け取ったらもうあとは、うんうん、あのそのなんていうの、送り先に返したとて多分そんな詐欺する人やから、うん、お金返してくれるわけないじゃないですか。えでもアマゾンやったら返品できるじゃないですか、うん、そうだから、うん、
もう受け取ってしまったら、うん、警察に相談するか、Amazon のセンターに相談するか、みたいな、うん、もう面倒くさいことになるから、からもう思い当たる節がない人は、うん、まず受け取り拒否はいはいはい、をするのが一番。いやそりゃそうでしょうね、うん、ただ、うん、これがさっきも言ったみたいに、うん、あの私が買ったけど送り先を実家にしてたりとかすると、うん、分かんないじゃないですか、お年寄りって、うん、またあの子なんかいらんもん買うたんよ、とりあえず立てて買えといてあげようみたいな。そうか、アミコさんやったらお菓子、アミコさんのところに届いたから分かったようなものの、そう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 、それもしお父さんお母さんのところとかに届いてたら、うん、はーいってお金払ってしまいますよね、うん、ひょっとしたら娘かなみたいな感じで、ね、そうそうそう、うちの親元にアマゾン経由のものいっぱい買ったことあるんでね。あーそうかそうか、うん、あー今回着払いなんかぐらいの感じでしょうね、うん、そうそうそう、うん、うわ危なから、うん、ちょっとあのそういうことがあるよっていうのを、うん、あのね年齢いってる のご両親とか、いやほんまですね、これ身近にいらっしゃる方が、うん、お父さんお母さんがご健在の方というか、うん、ねそういう方だったらちょっとあの注意喚起しとかはった方がいいですよね、これ、うん、そんなあるんや、私もこんな初めてやったからびっくりして、うん、そうか、理屈上はできますもんね、うん、誰かの代わりに注文してあげて、で着払いで誰々さんのところに届けますみたいな支払いの仕方。そっか、え、アマゾンって着払いってあったんや。あるんじゃないですか。 ありましたっけ、うん、あるからまあできてる。そもそもでも、うんうん、何のためにこれ誰が得するんって思いません。いやだから要は売ってしまうんちゃうんですか、それで無理やり。だからその注文もされてない商品を持ってる大元がやってるとか、うん、そう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 、誰か要はなんか A 社があって、くしゃみでしょ。どっか行った、どっか行った、帰ってくれた、うんうんうん、A 社があって、 A 社いや物売れへんなーってなって、あちょっと代引き詐欺やっとけってで誰かが B さんがあの普通の人のふりしてあのアミコさんに、うん、その代わりに注文してくれて頼まれたふりをして注文して代引きにして送ったらしめしめ売れたって一生懸命推測しとんねんこっちは。黙ってたでしょ、全部全部喋ったらやばいなと思って絶対な、今の僕が喋ってたやつな、今のくしゃんでな、その文字出てふりでな、絶対おいしいとこ持って帰って俺終わりやねん一生懸命頑張っとんねんこっちはな。いやでも、うん、あの今ね、何でも通販で、デモで終わらせた、通販で買えるようになって便利な世の中になったけど、例えばまあそういう一個ね、うん、送りつけの代引き詐欺もあるし、うん、あとあの例えば、うん、あの通常より他より安い、これ、うん、アマゾン、このここのアマゾンのなんか出品してる人のところで買ったらと思って、うんうん、ポチって買って、うん、で請求見たら、うん、送料20万みたいなんとか、あそんなんあんの、商品1000円やのに送料20万ってなってて、うん、みたいなんとか、やば、何それ、それそのアマゾンの中で、うん、実際に引っかかってる人がいるみたい で、うん、でそういうのは実際に、うん、あのそのアマゾンさんとかは、うん、あの送料これ、うん以上しないでくださいねみたいな、なんかあるみたいなんですよ、はいはいはい、ルールが、うん、でも、うん、乗っけることはできるみたいで、で見つかったら取り下げさせられるんやけど、うん、見つかるまでは、うん、サイトに上がってるんですよね。あでその間に、うん、もう引っかかっちゃうと、うん、アウトやから、あなんか業者ブロックとかできないですかね、ここのはもうここの会社はもう買いませんみたいなね、そんなん一回でも見つけたらね、もうだからあれでしょ、うん、もう、うん、何いたちごっこ、あ今よう出てきましたねその言葉で言葉知らないみこさんがいたちごっこね、いたちごっこ、うんうん、俺いたちみたいなそんなんちゃいます、ちゃいますの、うんお前イタチ B なーって、はい、だって個人でも出せるでしょ今日どんどん流すけどちょ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 待って、うん、今日だけじゃない、流してんねん、今日だけじゃないよね全力でするはいつもやから、そうですよね、うん、大丈夫そうですよね、心を強く持ってね、うん、個人だけじゃないってことね、そう、はい、じゃあこのコーナーは流さずにお願いしますよどうぞ
シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。日が続きましたね。まったかい歌ね。まったかい。はいはい、いらっしゃい。まったかい。まったかい。お待たせ。お待たせしました。まったかいがあったかい。まったかいがあったかい。はい。素晴らしいですね。はい、どうもどうも。親父ギャグを言ってみんなを笑かせようという、ね。そうですよ。コンタンでございます。はい。4月も終わりですか。終わりです。ね、早いですね。ねえ。27の週ですかね。27。24か。なんなら終わってますね。うん。うんうんうん、なるほど、うんうん、早いですね。いや、すごいですよ。もう本当に明けましておめでとう、うん、つい最近言った感覚があります。そうですね、もうすぐ半分ですよね、今年もね。ね、うん、もうだってこの4月、え、もうすぐだからゴールデンウィークですか。そう、なんならもう入ってる人、タイミングによってはね、入れ方、もうお休み入れてる人いるかもですね。今年もまたね、なんか長いみたいですけど。あ、長いんですね、今年。10連休ぐらいありますね。そうなんや、そうなんや。じゃあ、早速テーマいきますか。はい、うん、今日、はい、何時かあれは今日はあの未来のスマートフォン機能。あ、おーい、未来のスマートフォン機能。はい、これはもう、くまこ一番あれじゃない、これあったらいいのにみたいな。こうしてほしい、いっぱいあるよ。ね、例えば、ぜひぜひ教えてほしいですけども。まずね、はい、手に持つことがもう嫌。あ、スマートフォン自体、うん、はあはあ、ここまで来ちゃいましたか。その前に、はい、なんかこうやっててこうしてたら人から見えるじゃないですか、うんうん、はいはい、見えます。で、もう早く目に直接映してほしい、うん、目に直接映す、目にこう、ここの画面を、はあはあはあ、だから、まあ、手ぶらでいいってこと。そうそう、手ぶらの、はあはあはあ、で、もう、まあでもほら、アップルグラスって予定あるやん。はい、メガネにも投影されるやつ。はいはいはい、でここに全部こう出てくれて、うんうん、でもうこれ持たなくても、うんうん、こことこうつながってて、うんうん、でこうへってこう目キュッキュッキュッってやったら、うん、もうスワイプできたりとか、目で操作、うんうんうん、ってやったらクリックできたりとか、うんうんうん、はいはい、なんかもうそういう感じがいい。なんかもう映画の世界ですね。そうだ、うんうん、でもね、両方とも研究されてるんですよ。でしょうね、多分ね、うん、なんか目の動きでジェスチャー、うん、働きをさせるとか、はいはいはい、うん、なんかこう手使えない人とかね、うん、いらっしゃるので、はいはいはい、うん、まあ別に手使っても、まあ、見えてるものに対してこうやってもいいけどね。何がまず便利になるんですか、手を使わないって。ここだけで操作できるとなると、手使わへんかったら、はい、僕歌詞覚えられへんでしょ。そうですよね、うん、はい、歌詞覚えられへんから、ここにバーって歌詞が出てくれたら、なるほど、ライブ中に出てくれたら、何も見んでもこうちゃんと、うん、覚えてるみたいに歌えれるやん。見てるん分かれへんもんなんかな。今見てるなみたいな。だって完全にここ見てるわけですから、うん、目こういうことに。いや、でもそれこそ、ね、今ちょ、やってカメラの前で。こうやってこうね、グラス見てるわけですよ。こうやって歌ってる。あれはでも今もみんなもう転がしで投影してるじゃないですか、歌詞。いや、まあそれね、別にいいんですよ、はい、あのそれがちゃんとできるくらいの人は、はいはい、だけどバッて行ってなんか歌うとかさ、うん、そういう風な場面の時の方が多いじゃないですか、うん、確かにね、わざわざ自分のこの機材を持って行ってちゃんとセッティングしといてくださいねって、うん、できる場面ばっかりじゃないんで、うん、
呼ばれてひょいって行って、うろ覚えの曲を歌わなあかんとかやったら歌詞出てくれんとね、まあ、かなり少数派でやと思いますけどね、うん、まあね、まあね、うん、確かに便利ちゃうですね、うん、あとなんかこう自転車とかバイクとかわかんないですけど、うん、手動かせないような場面の時にこうちゃんとナビでこっちこっちとかやってもらえたね、うん、その賛否あるでしょうね、やっぱり危ないっていうのもあるでしょうし、うんうんうん、これでも、うん、ナビにこう目移す方が危ないからね、確かにね、うん、これまあ何遍も話出てますけど、僕なんかは自転車、うん、まあ、移動ね、全部手段なんですけど、うん、これ今月からあのヘルメット、うん、あの強制ではないんですよ、罰則はないんですけども、うん、かぶりましょうという、なんかね、うん、その事故した時のその怪我の症状の大きさがね、やっぱり、うん、かぶってる時とそうじゃない時は全然違う、明らかな差がありますとか、うん、今こういうなんでもかあのかぶれますよみたいなおしゃれなやつがあったりとか、うん、結構推奨されてたりするんですけど、はい、あれそれこそヘルメットにね、うん、こうナビが出たりとか、今インカムつけれるでしょ、うんうん、ヘルメットって、はいはいはい、あのスマホとつないで、うんうんうん、だからそういうのつけて機能を持たせたら、うん、みんな喜んで使うと思う、わかんないですよね、うん、そういうことそういうこと、そうそうそう、なんかただ不便にするだけじゃなくてね、うんうんうん、メリットがない、メリットがないとなかなか人間って動かないですから ね、うん、スマートフォンピッとしたらそれがこう、うん、ヘルメットの形になってくれたらもうそれじゃくトランスフォーマーですやん、ガチャ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 みたいな、カーンみたいな、こう画面がシャキーンね、便利、アイアンマンの世界ですね、ここね。そうですね。未来のスマートフォンだったらできるか。ああ、そこら辺ぐらいまで未来に行きますか。うん、僕、せいぜい5年、10年でしたね。ああ、そうですか。そうか、そうか。ね、健康が言うのはもう50年ぐらい先の。うん、ああ、そうなっちゃう。ね、うん。僕はもう、これ、一択って言ってもいいぐらい。うん、もう、雨よけ機能ですね。スマホに、うん、チャッて押したら、スイーンってバリアが張るような。スマホから、スマホからなんかそういうのが、例えばこう、ね、どっかにこう装着しといて、うんうん、はい、雨がっぱをかぶるような感覚ですよ。あ、いわゆる。いや、本当にもうその発想ですよね、きっとね。うん、それこそ100年後の未来ですよね。でもね、前も話出ましたけど、うん、雨具だけ何も進歩してない。それ、それね。進化してない、一切。うん、もう、刺すかかぶるかしかないんですよ。ね、だって1970年代にアメリカは月へロケットを飛ばしとるわけでしょ。そうですよ。そっからもう何年経ってんねんって話ですよ、うん、ね、未だにこんなんさせてますからね。そうですよ。雨具の進歩をもう固くないに僕は希望します、ね、あ、うん、せめて頭の上にチョンってなんか乗っけるか帽子かなんかかぶったら、そのホワってこうなんかね、そう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 、バリアじゃないけど風でもいいから雨がかからないようにね、してもらえたら嬉しいわ。ピッてやったらこう濡れてもいいマインドになるみたいな。今日はもう濡れよ。あ、いや、もう濡れても、あ、嫌だなっていう気分にはならないような、うん、はいはい、気持ちが強くなる。スマホで操作する。気持ちの操作がいいかなと。なるほどね。そっちの逃げ方ね。逃げ方。ちなみにですけど、うん、雨降って喜ぶこととかであります？雨降って喜ぶことは結構ありません、うん、あ、そう、なんかこう目の前の道がまあちょっと汚かったり、うん、埃っぽかったりする日が続いてたら、うん、なんかこうスカッとするじゃないですか、雨降った後って。いや、でも逆に余計に汚れるとか、車なんて、そうです、確かに、あ、うん、僕中学校の時にクラブやってたんですけどね、うん、で雨降ったらまあグラウンド使えなくなるんで、その日練習が中止になるんですよ、うん、はい、だからもう昼過ぎぐらいから降ってきたら、もう練習が嫌な時もあったんで、そうですね、もうずっと震え震えと思ってましたけど、逆に、あ、なるほどね、うん、休みたい時とかありますよね。休みたい時ね、もうそれはもう結構もう恵みの雨みたいな感じに思ってたことありますけど、この雨乞い機能みたいなのついてたってピンポイント結構周りの人巻き込みますけど、大丈夫雨降るなボタンとかこうぶつかったらどうするんですか。あいつ押したなみたいな今これ降ってるのあいつやな、天気予報あれだったらもうあいつ絶対押したみたいな。そうですね、結構多数決になりますね、エリアでね、押すか押さないかどう、そうそう、どうする。いや、そらね、やっぱり雨降らないとね、お米も食べれないですし、うん、そうそうそう、それはもう大事なんですけど、ね、うん、我々一般人で雨降って得することで、こう数えてもそうないんじゃないかな、うん、確かに確かに、はい、なんか湖とか川の上だけ降ってくれたらいいですよね。あ、ね、あいかんもんですけどね、うん、あれ誰が言ってたのかな、うん、雨雲との境目に立ったことがある。ああ、うんうんうん、ほう、そんなもんあんのかな結構風で散るような気がしますけどね
もうこっちバツだ。なんかそんなもね、あなんか機能でこうなんかもうすぐ今だってもうすぐ雨雲近づいてますっていうのはもう今、はい、現に出てるじゃないですか。まあ、アプリで全然できますからね。ね、まあまああれ正確でしょ。うん、結構。うんうん、だからその気をつけなさいは分かるんですけども、うん、もし何か急にな場合に何かこうしのげるやつが欲しいですね。あ、急にしのげるだったらあの僕あのよく電車で、うん、うんこしたくなっちゃうんですよ、はいはい、だからうんこ止める機能があったらあ それこそもうなんかしたくなくなるマインドがそうですマインドマインドマインドでもそれあの一個言うとくと、はい、別にスマホの機能じゃなくていいからそういう薬をまず開発スマホじゃなくていいと思うそっかそっか、いやでもあったら便利だな、未来のスマートフォンだったら何でもありそう、ね、何でもできないと嫌っていうこと、ああ、うん、それやったらこうお腹空いたらご飯出してくれるとか、ああもうそう結構何でもなっちゃう、ね、でも食べなくてもいいボタンもありますからあ食欲を抑えるマインドにする、マインド ねお腹減ってても平気なマインド、平気なマインド、完全に支配されちゃってますよね、そうですね、スマホっぽいのないの、スマホっぽい機能ですか、スマホっぽい機能で、スマホっぽい機能だったらなんかこう、うん、1日1回優しい言葉をかけてくれる、あーなるほどね、うん、でもあるかもそんなの、あるんかな、いやあるどうでしょうね、えそれでもアプリ作りましょうか、あーいいですね、1日一言や優しい言葉をかけてくれる、うん、うん、なんかさっきほら AI でねちょっと調べてたら、はい、落ち込んでる人に、うん、あの教えてあげるといい、うん、あの偉人の名言っての調べたんですけど結構ええこと言ってますよ、はいはいはい、そんなことですか、いやなんか失敗は人生の中で必要なのは失敗の回数が一番大事であるみたいなこととか言ってるような、うんうん、あそう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 、あ名言と励ましてくれるのはまた違うんでしょ、まあまあ違うけど、うん、まあ、それをこう AI に考えてもらって、うん、その日にマッチした励ましの言葉をくれるようなアプリとか、うん、いいです ね、まあ、ねいいじゃないですか、うん、褒められて気分悪いことないですないですからね、うんうん、逆にちょっとあの危ない方というか、うんうんはい、それこそもうなんか世界中の、ね、端末とこう接続できるようになるとか、うん、あ、ね、どういうことどういうこと、いやだからもう、うん、軍がそうそうそう、うん、国家機密のようなパソコンとこうつなげるような、うん、あのアプリが開発されるとか、あハッキング？ハッキングとかね、うん、そういうのもちょっとこうあれ一応まあそのガードいっぱいこうあってもそれやっぱりことごとく人が人の手をこうクリアにしていってるじゃないですか、うん、あ破って突破する、うん、そう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 、でも気ないでしょあれだから、うん、で逆に絶対に大丈夫っていうやつとか、うん、もちろんまたこれから開発されていくんでしょうけど、うん、どこの国やったかな、もう今すでにあの暗証番号がなくて、そのチップを体に埋め込んで、そうなんね、ね、うん、どこ行ってもこれで、はい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 、埋め込んでる人いますよね。そう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 、知り合いの人が一人ここにチップ埋め込んでる人います。もうすでに、うん、まあまああれもメリットはね、そら忘れることないでしょうから、ね、うん、怖ないでもなんか、いやチップね、でも眼球に直接映すとかもう完全に脳いじってるわけですもんね、うん、あでもコンタクトレンズである程度できるらしいよ今、あコンタクトですか、うん、コンタクトが要はなんかあの電波受け取って、うん、で電力も全部受け取って、電力もそうそうそう、コンタクトレンズにそのなんていうのモニター代わりにするとかっていう技術も今あるみたい、まだ解像度低いけど、なるほどね、うん、ね、それ潤いタイプですか、潤いタイプやったと思う、酸素通るんちゃうかな、あじゃないと、うん、僕でしょそこね、そう大事な、うん、続けられなくはないんですけど、うん、ちょっと気になるんで、はい、ちょっと少ないですけど時間、何何何ちょっとあそうそうそう、あれね、はい、僕ちょっと気になってたんですよ、うん、あはい、これね、うん、実はねさっき言ってた AI で調べてみた時に、はいはい、なんか面白いネタ教えてって言われたら、はいはいはい、全部面白ってついて出てくるんですよ、そうはい、これあの、うんうん、面白い言い間違いとか、うんうん、面白がつくと、そうそうそう、何でも面白く聞こえてしまう、そうそうそう、ずるいやつですね、うん、はいはい、うん、何でも面白い、例えば、例えば、ね、身の回りにある面白とつければ面白くなりそうなものちょっとみんなであげてみみたいな、もう全然だって面白マイクとか面白マイク面白パソコンとかってなったら、うん、なんかちょっと期待するじゃないですか、うん、どそうですね、はい、どういう機能ついてるのかなと、例えば想像してください、はい、面白メガネ
どういう想像する？あのこういうふやふや形やね。形の方いくとかね。僕は結構ソフトな方を想像しますね。何何？面白会議とか。あ、面白会議、ね、会議とか。面白会議のなんか一番最初の言葉とかどんな感じ？どんなんか出てくるの？そんなんちょっと会議とか。さあ皆さん今日はみたいな。面白入試とかね。まあ入試。試験試験試験。あ、面白入試。僕はあの歯の面白歯の形が。なるほど、なるほど。試験が面白いってどんなんかな。ああ、そうか。やることの方。そうそうそう。でも体だと面白ボディービルダーとか。面白ボディービルダーね。はい、はいはいはい。面白ですけど面白そう。あと面白関節とか。そうそう結構曲げるといつも面白いことになる。反対側に曲がるとか。うん、まあそうすごいよ。キャッて音がする。あ、確かに、ね、あ面白、うん、おも逆に、うん、面白く聞こえないもんとか見つけてみな、はい、見ます、ね、あ逆にあ、これをつけてもおもしろ事故。あそれはちょっと、うん、面白くない、うんね、痛く笑えない。でも産休事故って言葉あるじゃないですか。産休事故、あもらい事故。あなるほどね、うん、まあ、面白くはもちろんないですけど、うん、言葉としてはなんか面白病それはかかりたいやつおるんじゃ。それはかかりたいな。ちょっと面白病かかりに行きましょうか。あそうっすか ね、はいはい、気をつけて。面白セーラー服。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、おかえりなさいということでございます。帽子が深かったね。深かった、うん、そう、あのね、前半、うん、前半の後半やらくしな、うんうん、前半の最後の局長の話するってするそうそうそう、どうでもいい話で終わっちゃったけどね。あの、あれですよ、ほんまに大事なことなんで、あの、特に何の話？あの、特に詐欺。ああ、代引き、代引き詐欺、代引き詐欺っていうのがあるっていうのを、はい、うん、あのね、ご両親とか近くの方に、うん、そう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 、ちょっとね、騙されそうな人も、うん、そうじゃない人もね、うん、ちょっと情報共有していただいた方がいいですよ。今もほんまアマゾンで物買うと普通になりましたもんね。そうだから、ね、サイトが大きいとかやと安心してしまいがちやけど、うん、入ってるのはどんな人が入ってるか見えないんで、ね、うん、そう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 、うん、結構えぐいやつ入ってるってことが今日分かりましたね。勉強になりましたわ、ほんまにね、うん、転げ落ちました。え、転げ落ちますね。はい、じゃあ今週も転げ落ちながら参りましょう。バナナ TV